宿毛矯正した日のその日のシャンプーってなんでダメなのか知ってますか？どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、前回に引き続き宿毛矯正のその日終わった後ですね、宿毛矯正後の注意点についてちょっと紹介してみたいと思います。はい、ということでね、宿毛矯正した後、っていうのはやっぱりね、こうシャンプーその日したらダメよとか、髪の毛結んだらダメよみたいなことって結構ね言われることが多いかなと思うので、まあそれの理由についてね、紹介していきたいと思います。はい、ということでまずね、じゃあ宿毛矯正した後、当日の、ね、シャンプーはやめてくださいみたいな感じでね、言われることが結構ほとんどかなと思うんですけど、それのね理由についてまた紹介していきたいと思います。まず、できるだけですよ、24時間ぐらいは空けてくださいってね、美容師さんに言われることがほとんどかなと思ってます。美容師さんによっては丸2日だったり3日間ぐらい置いててくださいよとか、1週間ぐらいね定着しないですよって言われることも結構多いかなと思うので、まあそれについてね、ちょっと紹介していきたいと思うんですけど、まず、僕基本的になんですけど、24時間は絶対シャンプーしないでくださいって言ってます。なぜかというと、宿毛矯正っていうのは一液でね、一液をつけてアイロンを入れる、まあストレートアイロンで癖を伸ばすで、二液で元の状態に戻すみたいな感じで、これぐらいの工程があるんですね。だからすごくね、これって時間またかかったりもするので、皆さんね、美容院行かれてね、宿毛矯正かけるってなるとむちゃくちゃ時間かかるかなと思うんですけど、この3工程で基本的にはやってます。まあその間にこう中間処理だったりちょっといろいろするのはあるんですけど、まあそれは置いといて、まあ3つの工程で大体やってます。で、まず1つ目の、一液をつけるということは、単純になんですけど髪の毛のね状態をね、柔らかくするんですよ。で、柔らかくして、まあ、いろんなね、まあ、僕らでいうといろんな結合をちょっと切っていく状態なんですね。で、まあ、単純に言うと髪の毛が柔らかくして、で、柔らかくなった状態で次にアイロンを入れていくんですよ。で、癖をね、ガッと伸ばしてあげる。しっかりと伸ばす。で、最後のね、2液で、髪の毛を元の状態に戻していく。柔らかくね、なってた髪の毛を、で、柔らかくなって、まあ、アイロンでね、しっかりと伸ばして、まっすぐになった状態を元の髪の毛、まあ、いわゆる張りがある髪の毛に戻していくと。で、それで、まあ、一応宿毛矯正終了なんですね。で、ポイントなんですけど、このね、2液をつけた時に、まあ、つけたらすぐに、張りのある、ね、髪の毛に戻るかっていうとそうでもなくて、そこがね、味噌というか、この部分っていうのがやっぱりね、時間をかけて徐々になんですけど、まあ張りに、元の状態の髪の毛に戻していくんですよね。まず2液っていうのはその元の状態に戻すっていう手伝いをしてます。まあ促進をするっていう感じですよね。で、完全に戻るわけではなくて時間をかけて戻っていきます。なので、まあ、約ね、それがね、1週間って言われる方もいたり、2日間だったり、3日間って言われる方いたり、1日っていう方もね、いらっしゃるんですけど、僕、基本的にはですけど、シャンプーするのは丸1日でいいかなと思ってます。で、丸1日でね、やっぱり1日である程度の張りがある髪の毛に戻っていくかなと思うので、丸1日シャンプーはしないで、そのままの状態で放置。で、まあ、丸1日後シャンプーしてあげて、で、乾かすこともしっかりと乾かしてください。もうちょっと濡れてる状態で置くとかっていうのも絶対ダメです。もうしっかりと乾かす。なぜかというと、癖が戻るってことは、まあそこまでは考えづらいかなと思うんですけど、跡がつくことが怖くて、例えば、まあ、そこでね、髪の毛を結ぶとか、耳をかけるとか、寝癖がつくとか、アイロンでね、ウェーブを作ると、もうそういう風にするとその跡がついてしまう可能性があるんですよね。ないこともないので、まああんまりね、私はとか、こういうことやってたけど別にそんな跡はつかなかったってね、思ってらっしゃる方も結構多いかなと思うんですけど、そういう風になるケースも多々あるんですよ。なのでもうシャンプーは24時間で、乾かすのはもうしっかりと乾かす。で、それが僕は大体1週間ぐらい余裕を持ってしっかりと乾かしてくださいって言います。
まあ、乾かすのはね、ちゃんと絶対に乾かさないとダメなんですけど、その期間だけは絶対にしっかりと乾かしてください。で、なるべくですけど耳にもかけないでください。もう絶対かけてしまうんですけどね、もう無意識の間になんですけど、まあそれは大体 2,3 日ぐらいはもう耳にかけないでくださいと。で、結ぶね、まあ暑くなってきて蒸し暑くもなってきてるじゃないですか。で、結ぶこともね、細いゴムで結んだりとか、結構きつく結ぶっていうのも基本的にはやめていただいて、それも3日間ぐらいは、本当は1週間ぐらいやめていただきたいんですけど、3日間ぐらいはとりあえずやめてくださいっていうふうにお客様にお伝えしてます。で、どうしても結ばないとダメっていう時は、ちょっと柔らかいシュシュみたいなのあるじゃないですか。そんなにこう、跡がつかないような、ちょっと太めのシュシュみたいな。ああいうので、ゆるーく結んでください。みたいな感じでお伝えします。だから、細いゴムだったりとかね、シリコンゴムだったりとか、普通の、ヘアゴムあるじゃないですか。あれでは絶対にきつく結ばないでくださいってお伝えします。これをすることによってね、宿毛矯正ってね、結構長持ちしたりとかね、綺麗なね、ストレートの状態が保てるかなと思うので、まあ、おさらいは、シャンプーは、個人的には24時間は開ける。で、髪の毛を結ぶのも、できればですけど、まあ、3日間から1週間ぐらい、まあ、1週間ぐらいはあんまり結ばないでくださいっていうふうにお伝えしてます。で、結ぶならもうシュシュで、あんまり跡がつかないように、してくださいっていう感じです。で、耳にかけることもできれば3日間ぐらいは、まあ、意識してやってもらえたらなと思うので、特にね、ここのね、耳周り結構ね、うねってくる人かなり多いので、だからもう絶対にここは意識してやってみてください。シャンプーも優しめのシャンプーで洗っていただければと思います。なので市販のね、やつでちょっと洗浄力が強いっていうよりはアミノ酸系のシャンプーでちょっとね、優しめに髪の毛をいたわりながら洗ってあげると、髪の毛の質もね、結構保てるかなと思います。でね、やっぱりダメージも結構出てるかなと思うので、まあ、トリートメントもしっかりとやってあげた方がいいかなと思うので、トリートメントがね、あんまりちょっとわからないっていう方に関しては、施術をやられたね、美容師さんにどういうトリートメント、私のね、髪質で宿毛矯正かけて、かけたらどういう風なトリートメントが合いますかみたいな感じで聞いてあげると、しっかりとね、教えてもらえるかなと思いますので、しっかりと髪の毛をいたわる、これも重要になってきます。で、まあ、あとは最後、個人的な考えなんですけど、まあ、癖毛用の、なんか、スタイリング剤とか、いろいろね、出てるかなと思うんですけど、ああいうのって、どちらかというと、ちょっとね、アルカリ成分っていうのが、ちょっとね、入りがち、みたいな感じでね、なってたものも、商品もあったので、で、そうするとね、やっぱりその、髪の毛、宿毛矯正かけて、アルカリ性にちょっと傾くと、若干なんですけど、そのかけた宿毛矯正を、ちょっとね、のバランスを崩す可能性もあるかなと思うので、できればね、そういうものを使うってなると、まあ、宿毛矯正かけた直後とかに関しては、あまり使わない方がいいかなと。ちょっと月日が経ってきてから、癖毛用のね、やつを使ってあげるといいかなと思うので、まあ、宿毛矯正かけたら、まあ、そんなにね、癖っていうものは気にならなくなってくるかなと思うので、多分お使いにならないかなと思うんですけど、もし使うのであれば、ちょっと期間を空けて、そういったスタイリング剤を使っていただければなと思います。はい。ということでね、今日はね、宿毛矯正やった後の、髪の毛の扱い方について紹介させてもらいました。ね、どれぐらいの期間をね、やったらいいのっていう風にね、結構ね、言われる方が多いかなと思いますので、こんな形でね、お伝えさせてもらいましたので、またね、気になることがありましたらコメント欄にね、しっかりと書いていただければお答えさせていただきますので、ぜひ、ご活用ください。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。